はい、それでは続きやっていこうと思います。ライブアライブね、あれどこまでやったんだっけ。あれカトゥーさん何も喋んない、ヒューイさんも何も言わない。何、方法は見つかるさ、何としてもあいつを捕まえてやる。ベヒモスな、ごめんなさい、私信じられなかったの。そう、あのレイチェルさんがあの彼氏であるね、あのカークさんのご遺体を自分のところに移動させてたんですよね。だってあんまり突然なんだもの。コーヒーマシンがある。なんかコーヒー飲むか？これ何気にさ、キーになるよね、このコーヒー。こう仲間の口を割らせるのに、コーヒー飲ませるっていう。もう自白剤みたいなもんですかね。え、コーヒー渡してみる。ふん、私はいい。ガーン。コーヒー渡しますか？どうぞ。ヒューイさん。あ、飲んでくれる。ありがとう、キューブ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、はい、こんな状況じゃね。まあね。あ、イベント進まずか。さあ。カトゥーさんも飲むかな？私もね、さっきね、この動画撮る前にコーヒー飲んできました、コーヒー。コーヒーはね、ブラック派なんでね、完全に。飲む？ありがとう、キューブ。疲れたな、とても。ごめんな、キューブ。お前にはもっと楽しいことをたくさん学んでほしかった。ああ！じゃあ、レイチェルさんに渡すか。ちょっとコーヒーでも飲んで、心を落ち着けてもろて。あれ？コーヒー飲まないの？あ、よしよし、渡そう。はい。ありがとう。お、進むかこれ。優しいね。撫でて。あ、船長や。ずっと姿現さない。大丈夫かね、みんな。調子はどうだ。うん？今ベヒーモスが船内をうろついてるんだ。うん。爆発音とか聞こえなかった。それは本当かね。それは気の毒に。え？何言ってるんだ。ねえ、非常事態だぞ。本当それね。いつまで部屋の中に閉じこもっているつもりだ。何？それは本当かね。え？それは気の毒に。え？ちょっと待って。何？それは本当かね。は？それは気の毒に。同じことがループしてるんだが。え？どういうこと？ベヒーマス、これ以上カークを傷つけられるのは嫌。レイチェル、もうパニック映画さながらのことが起きとるな。ちょ、怖。やめろ、死にたいのか。その命大事にしろ。でも二人が。五長さん、追いかけないの。何としてもあいつを捕まえて。あれ、なんか言うこと変わんないな。え、じゃあ私追っかければいいのかな、あの二人。やっぱり放っておけないよ。そうだよな。ワンテンポ遅いな。さあさあさあ、じゃあ私も追いかけますか。あれ、すぐそこだ、フラグ。何やってんの？ヒューイさん。え？レイチェル。わ？何があった？え？大丈夫です。レイチェルさんは生きてます。
これなんか左の方さ、なんか火花散ってるけど、これはもともとそうだったっけ？無茶ですよ、こんなこと。追っかけて掴みかかって転んだってことかな、レイチェルさん。いいんだ。僕は、ただ、今でも。あレイチェル。あー、男は名前をつけて保存、女は上書き保存って言うからな。未練残ってるんか、やはり。あー、ちょっと待って、ひよりさん、え、何があったの？彼女は生きてる。あ、何とかしないと。え、コールドスリープのユニットに寝かせましょう。あそこなら大丈夫です。お願いがあるんだ。はい。コンピューターの端末室へ行ってくれないか。はい。デシムに頼んで。デシム。船長室のパスワードを調べてきてほしいんだ。はい。今船内が危険な状況なのは分かってる。はい。でもお前にしか頼めないんだ。はい。大丈夫。きっとうまくいくさ。はい。一緒に地球へ行こう。はい。ヒューイさん死んだの？どういうこと？ベヒモスに襲われたってことか。いいから行くぞ。で、私は船長室のパスワードね、部屋に入るためのあれを調べないといけません。なんてこったい。ちょっと待って、あれコードスリープの部屋に行くといるのかな。ちょっと待って、マップを。コールドスリープルーム。こっちやな。こっちか。キューブ無事だったか。大丈夫か、ビヒモスに気をつけるんだ。今お前の助けが必要なの、頼むぞキューブ。コンピューターの端末室、そうだね、パスワード大丈夫、きっとうまくいくさ。さっきからごちゃ同じことしか言わないんだけど、なんか船長みたいな状態になってんだけど。調べる。コードスリープユニット、中のヒューイは生命反応が見、死んだのか。ヒューイさんは死んだのか。ネームタグ、レイチェル・クライン。レイチェルさんは生きてる。やばい、死者が増えた。わー。レイチェルを愛する男がどちらも死にました。いや実はさ、レイチェル超悪女でさ、ちょっと待って、やだやだやだ、びっくりした。ちょ待って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 、びっくりした、急に出てきたんだけど、青鬼さながらじゃねえか。ちょっと待って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 、そっか、やっぱりあれか、襲われたんやな。びっくりした、ヒュイさんたち、ベヒモスに襲われて死んだのかさ、ここや。船長室のパスワードですね。少々お待ちください。判明しました。ランダムな文字の組み合わせのようです。パスワードは、OAKFDE。ん？間違いありません。これなんだろう？繋いでも何も出ないしな。船員の名前とかでもなさそう。アナグラムかな？ OAKFDE。OAKFDE。OK。OAKFDE ね。はい。OK、戻ろう。あ、急に出てこないでよ、ベヒーモス。マジで怖いなぁ。あ、ちょっと待って、何？やだ、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 やだ。あ、調べてきたよ。無事でした。イカ襲われかけました。よし、これだな。グズグズしてられん、行くぞ。ひょっとして一連の事件、船長が犯人だと考えてるんですか。まあそうなっちゃうよね。ヒューイさんも怪しいなって思ってたけど、亡くなっちゃったからな。僕にはそうは思えない。じゃあ誰がやったというんだ、私か。いや、そんな。
開けてみればわかることだ。せやな。とりあえず部屋に行かないと。謎に包まれてる船長室。よし、やってみよう。パスワード OAKFDE ですね。加藤さん、開かない。何してる、鍵ごと壊しちまえ。わかってますよ、それぐらい考えてます。あれ、私が調べてきたパスワードはどこで使うんだ。中で使うの。ここの部屋のパスワードじゃないの。あ、キューブちゃん、ちょっとこれを持っててくれ。はい。パワージャッキ、なんか大切なものっぽいぞ。バッテリーには限る。え、なんか上についたんだけど。え、パワージャッキ、閉じている扉をこじ開けることができます。ただし使用回数に制限があるので慎重に使いましょう。なんだと？もうとりあえず入るけど。え？船長。ああ！え？やはりな。これで生きてるのは私とあんただけってわけだ。え、でもレイチェルさん生きてるでしょ。さっさと入っちまえよ。ああ、やだ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 。何のことですか？え？いつまでとぼけてんだ。うん、私を疑ってるってことだろう。あんたはみんなやったんだろう。ひー、違います、多分。何言ってるんです。でもカトゥーさんとあのキューブちゃんずっと一緒にいたってわけじゃないからな。カークさんが亡くなった時もさ、船長呼びに行ったのカトゥーさんだけだし。なぜ僕が。私はよそ者だ。少なくとも私に動機はない。うん、でもミッシングリンクみたいなんじゃないの。あんたらがどんな理由でいがみ合ってたのかは知らんがね。違う、僕じゃない。あなたに僕らの何がわかると言うんです。確かにみんな仲が良かったわけじゃないね。僕だってカークさんやレイチェルさんのわからないところもあった。うん、あのヒューイさんに愚痴っていうの聞いちゃったしな。みんな憎しみ合っていたわけじゃない、うん、それに殺意を持っていたわけじゃないでしょ。殺したいほど嫌いってわけではなさそうだったしな。決して人を殺すような悪い人たちなんかじゃない、うん、みんなただ悩みながら考えながらも自分の思ったように生きようとして、ただそれだけじゃないか。調べるか、部屋を。システムキッチン、充電の切れた電子パイプが置いてある。あ、録音メッセージリプレイ。こちらコギトエルゴスム。はい。本船はただいま順調にコースを運行中。地球到着は予定通り。ん？の？なんだ？ん？親が殺される前の音声映像。これでベヒーモスを襲われたのか。いや、でも鍵かかってたよな。咳込んでる。誰か、わかない。うん。わお。照合開始、照合完了。地球の生物、馬に乗るための道具。あれ、クラって読むんだっけ？なんて読むんだっけ？あ、泣いてんの？ええー！まあ、そりゃそうだよな。もうギスギスどころじゃないもんな。向こうへ行け。呼吸しているようには見えない。顔色も他の人とは違う。トレーニングベッドね。3D ホログラムフォトフレーム。地球の生物、馬が映っている。ね、大間さんが好きだったんだね、船長さん。個人用コンピューター。電源がついていない。キーボードにホコリがかぶっている。え、ちょっと待って。パスワードはどこで使うんですか？ん？あれ？もしかして、
もう喋られることは終わった感じ？ここ。え、ウソン。え？音声は聞いたよね。こちら、コギとエルゴスム。本線はただ地球と、うん、同じだよね。え、とりあえず出ればいいのかな？まあ、出るか。やばい、空気最悪やん、マジ。これ、これ、ここ、ちょ。ここあれか。リフレッシュルームやな。あれ？なんか別のところにフラグが立ってる。ここ？生活用モジュール、え、部外者用予備。室内で警報が鳴っています。原因不明です。ロックを強制解除します。原因を調べてください。お名前をどうぞ。キューブちゃんやな。キューブでーす。はい。登録完了。部屋には自由に入れます。ここか。いや、ちょっとここ調べて今回終わりにすっかね。あ、でもなんもないけど。これは？個人ファイル。軍事通達ミッション TY580905。外宇宙で発見された生命体に関する注意。輸送中も絶えず観察を続けること。ベヒモスのことかな。もしも人体に関する何らかの影響が見られた場合、詳しく記録すること。また生命体はいかなる手段をもってしても地球へ輸送すること。最悪の場合、ある程度の人命の損失もやむを得ないものとする。以上、宇宙軍特務作戦司令部。ほう。ここは？システムキッチン。使用された形跡はない。個人用コンピューター。電源は入っていない。何も映ってない。あれ？これだけかな？調べるの。ハンドガン？え？枕の下にハンドガンが隠されてる。なんかちょっと怖いんだけど、回収しなくていいのか？これ。よし、ということで、じゃあ今回はね、ここまでにしておこうかなと思います。いやー、まだまだね、ついに私の中での犯人候補がどっちも死んだっていうね、ちょっとびっくり展開なんですけれども。さあ、犯人は、ベヒーモスになってしまうのか、それとも、まだ、隠された人がいるのか、それとも、今生きている生存者3名の中に真の犯人がいるのか、めちゃめちゃ気になるところです。はい、お疲れ様でした。